ただのそうです。ということで、今回もマインクラフトやっていきましょう。ということでね、ちょっと待ってよ、OK。今回は、またラッキースカイブロックやっていこうと思うんですけど、もう前回ね、最終回というか、終わった時のコメントで、TNT のラッキーブロックがあるんで、それをやってほしいですっていうコメントがあったんで、ちょっとね、面白そうだったんで、やってみようかと思います。でね、これ TNT ってこと自体ってさ、もうなんか時点でなんかもう、終わりって感じ、終わりって感じがするよね。まあいいでしょう。はい。ということでね、今回も、水と溶岩と、この草ブロック3つ、いや、い、3つ 1スタックだわ。草ブロック1スタックをね、取って、やっていきましょう。まずはね、とりあえず、ここら辺に足場をね、置きたいと思います。 OK？ こんな感じ。あれ、めっちゃ変な感じで置いちゃうからさ、そういうところダメだよね、やっぱり。こんな感じにしといていいかな。めっちゃ細長いけど、向こうのところに行ける分までは、もうなんか草ブロックは、持っときたい。で、今回もね、積むまで、例えば、ベッドが壊れて、なんか、リスポーン不可能みたいな感じに、なるまでは、やると。で、それになる前までに、ラッキーブロックで、ね、全部壊していこうということで、今回はネザーにラッキーブロックを置いてないんで、ぬるいですね。ということで、やっていきましょう。で、とりあえず、こう、ブチブチ壊していきましょう。なにこれ、ね、これ、これ。あー、これ絶対やばいやつだろ。ありがとう。ちょっと、鼻詰まりしててさ、めっちゃ、なんか、喋りづらいんだよね。ソーリーって感じ。で、トロッコとかがいっぱいあるんだけど、めちゃくそいらないんだよね。めちゃくそいらないわ、これ。めちゃめちゃいらないからさ、全部取っちゃおう。OK。で、とりあえず、どうしようかな。ここに入れとくか。ラージチェストにして。ラージチェストって言いづらくね。チェストなら言えるけど、ラージチェストって言えないんだけど、それはどうでもいいとして、どんどん壊していきましょう。これ、ここでこうでしょ。OK。なんかよくね？なんか普通のラッキーブロックでもめっちゃいい気がするんだけど。とりあえずこれでね。これで、ここだね。こうか。OK。これでいけるっしょ。じゃあ、これも戻して。あ、そう、斧があったよ、斧。ブローケンアックス。OK、これで、全然なんか変わんなくね？壊すスピード。しかも木落ちちゃったんだけど。危ない危ない。とりあえず壊していきましょう。なんかすごい木の量多いな。間違ったかな、早すぎ。なんかめちゃめちゃでかいんだけど、これじゃ苗木できなくね？もういっか。とりあえずね、こんな感じにして、OK。おいしょ。で、ピッケルをね、作っていきましょう。よっしゃ。いらないのはね、置いといて。よっしゃ。で、無限丸石製造キングを、やっていきましょう。これからあればいいかな。よし。で、とりあえず、原木じゃなくて、木材置いとくか。で、棒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 忘れた、棒。これで、はい。はい、OK。よっしゃ。で、下の方の穴開けたいね、これ。変なの出るなよ。OK、待って。TNT ラッキーブロックってこういうのが出るやつなの、これ。ちょっと心配になってきたんだけど、大丈夫かな。なんか壊れにくそう。あ、ホッパーあるやん、ホッパー。めちゃめちゃいい。これちょっとホッパー置いてさ、OK。これホッパー置いちゃって、ここ、穴開けるじゃん。OK。あれ、ホッパー起きてない？もしかして。ホッパー置けてる？待て、なんか間違ってる気がするけど、大丈夫だろうか。とりあえず一旦水止めたいな。どうしよう、どうして止めよう。いや、普通に壊そう。OK。で、チェスト作ろうか、チェスト。全然木材はあるわ。なんか、
この置いてある原木が大きいおかげで木材めっちゃいいんだけど、やばいっしょ。しかもなんかできてるけどなんか気づかなかったけど、なんかできてるわ。ここにピサのシャトーみたいな、うん、全然違うけどね。あれチェストあった。 OK。 じゃあこれどうしようか。こういうことでしょ。はい、うん。で、ちょっと待って。 OKOK。 でとりあえず水止めるよね。水とマグマ止めれば簡単になるっしょ。よいしょ。落ちないようにね、気をつけながら。よし。で、これ壊さないといけないか。うっ。マジで。